おはようございます。セブ市ビジネスパークから朝5時46分今根性のヤシの木のそばに来ています。今日も倒れないで立ってますね。今日はね、朝目覚めたら外が真っ赤で朝焼けだったんでね、朝焼けも終わっちゃいましたけどね。これからまた朝焼け、サンシャイン。同じとこんで申し訳ないですけどね、全然こんな感じ。こんな感じですね。後ろはね、こんな感じだったんです。あそこの右のゴミ収集車のところからスタートしました。あそこからね。今日はビルディングの周りに置いてある植物ちょっと取りましょうか。植物ね、名前はまだ全然ちょっと分かんないんですけど、植物こんな感じでね置いてありますよ。なんか珍しいのがあった。なんか真っ赤なやつで、なんか枝なんだか花なんだかシダみたいのがついてますね。シダね、ほら、こんなの。なんだろう。後で調べてみます。今は分かりませんけど、名前が。これはなんだろう。これはなんだろう。なんかシソッパみたいな。ですよね。これはでっかい葉っぱ。すごい。こんな通りの旗に置いてあって盗まれないんでしょうかね。植木泥棒、盆栽泥棒とかね、よく聞きますからね。結構すごい。これもでっかい葉っぱ、里芋みたいな。こんな感じですね。待って、もう一回。おはようございます。バンタイヤン、バンタイヤンさん。マスクわら、マスク、マスク、マスクわら。オッケー、わら。はい、 Did you watch my カンタ？ Did you watch？ Did you watch カンタバ？ My カンタバ？今日はこんな感じで来てます。マスクしてない人もいましたね。
マスクしてない人もいました。5階に到着。太陽取れるかな、太陽取れるかな。なんだこれは。こんな感じなんですけど、見た目はね、カメラ向けるとこうなっちゃうんですよ。ほら、こうなっちゃうんですよね。こんな感じです。これがもうちょい前だったらね、真っ赤に朝焼けだったんですよね。朝焼けで小焼けで霜焼けで、えーへーへー、昔俺が朝焼けだった頃、うちの女房は霜焼けで、なんとかっていうのありましたよね。こんな感じ、あれ、ほらね、こんな感じになっちゃうんですよ。こんな感じ。ヒポドロモ地域ですね。ヒポドロモ。反対側へ移動します。今日は新しいブリッジが少し、あの、釣りのワイヤーが見えますね。釣り糸が見えます。あ、影が見えてる。影。こんな感じ。今日は少し、あの、ガラスが太陽に反射してますね。太陽。で、今ここにネムの木があるんですけど、葉っぱがまだね、閉じてますね。なんかまだ寝てますね。涼しいからかな。これ花が少し見えますけどね、見えますか。葉がね、少し、手で言えばグーチョキパーのグーみたくなってんですよ。閉じてんですよ、葉っぱがね。ほら、見えますかね。建設現場の人はいるかな。木曜日、明日も金曜日、早いですよね。水曜日が来ればもう1週間があっという間ですよね。
ソリネアビル、ソリネアグループ、アヤラランドのグループの中のソリネアランド、なんだかわかんない。ソリネア。教会が2つ見えますね。見えるんですよ。左の三角みたいなやつがイグレスニキリストで、その右にねちょっと2つ塔がちっちゃいのがぽっこりあるのがレデントリストチャーチですよ。アヤラが見えますね。アヤラモール、茶色とブルーのエンベロープの名前が書いてある。あそこがアヤラモールです。ここから歩いて3分かな3分。アヤラロードです。ここはアヤラロード。こんな感じですかね、今日はここは。別に取り締まり強化はまだされてないですよね。これで帰ります。下に降ります。グランドフロアです、ね、あれこのままカバーがないからもう熱くなって熱で真っ茶色くなっちゃう。セブンイレブンに来ました。セブンイレブンに今日も来ました。昨日はシスグ弁当を買ったんですけどね、前まではね29ペソだったんですけど、昨日レシート見たらね31ペソになってましたね。29、30、2ペソ値上がりしちゃいましたね。このコロナ禍の間に2ペソ上がっちゃいました。ちょっと入ってみますか、はい、いましたね、今度は違う人が。あー、来た来た。
ここはウェイハウスアンチョコレートオディオフィタフィタフィタ8ペソするんだ。これが1個。ここは石鹸洗剤。何かな。ゼリー、ダイエットゼリー、これ2つ買います。2つ買います。はい、これ何が青は最青ば、最青、はい、最青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 、えー、あとオムレット、オムレットば、ウィザー、はい、ロード、はい、あとこれね、ノーニーバー、これマイクロバー、ノーニー、マイクロバー、ノーニー、オケラ、これドハー、ああ、はい、ケラね、オッケー、じゃあ80バーオケラ。サタデーが44番104番マネージャー、アカンビーワダ、はい、買いました、買いましたから、よしよし、あ、よかった、ここ置いて、うん、散歩仲間が終わってセブンイレブンに集合かなと思ったら、なんか外に集まっちゃってますね。外、まだ外ですね。今日はブルーのポルシェですね。今日は隣がベンチですね。ベンチ、メルセデスベンチ、隣がポルシェのブルー、見えますかね。であっちでなんかもぐもぐみんな集まって食べてますね。なんだろう、パンデミック対策かな、そんな感じ。パンデミックじゃないの。さっきのやつ取れたかどうかわかんないですけどね。音もどうかな。なんか少し暑くなってきましたね、やっぱり。少しじゃあ中、ビルの中通り抜けて、こう、ここはね、南口から北口に通り抜けます。北口に通り抜けます。ブレちゃうな、これほら、片手だから、ブル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 、なんかバルバイクのモーターが合図してますよ。レストランいるかな、レストラン。ですかね、I'll be back。ですか、ですにも、
青年も、あら、わら、黒こい、サラマ。あ、黒こい。Thank you。オムレツ、オムレット。ここは物置ですよね。ここは空いてるかな、果たして。何してるかな。閉まってるね、やっぱ。取られちゃうと大変だな。ここにもセキュリティが2人います。駐車場になってるからね。駐車場の、あの、ティケット切ったり、お金もらったり。24時間いりますよ、ここは。うん、2人か、今日は。ああ、いいね、暑い。ここで本当はね、6時15分ですね。8月7日木曜日朝6時15分からセブビジネスパークの中にあるトゥークワットビルの中のポータルレストランから今日はこれでお別れいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。